ユヘイシュは韓国出身のサッカー選手。元韓国代表。ポジションは FW。高校時代からストライカーとて注目されていたユは公益大学校に進学。在学中の2009年にニガワユナイテッド FC からドラフト1位指名を受け、大学を休学して入団した。デビュー戦でいきなりゴールを決めるなど新人らしからぬ活躍で早くも、 二川の中心選手となり、一年目のシーズンで12得点、二年目では22得点を上げ K リーグ得点王にも輝いた。史上最年少での得点王と K リーグ20得点を達成した。2009年に韓国代表に初招集され、同年6月の W 杯アジア予選の対 UAE 戦の後半終了間際に初めて交代出場したが、 後にこれは公式記録からは抹消された。その後翌年のワールドカップ、南アフリカ大会には招集されなかったが、K リーグ得点王となったことで、長高来監督から評価を受け同年秋の対日本の親善試合で再び招集され初出場。その後 AFC アジアカップ2011にも出場したが、グループリーグの対オーストラリア戦で途中。 交代させられたことを不服として、自身のブログに、長監督を批判するような書き込みを行い、物議を醸したが後に書き込みを削除した上で謝罪した。2011年7月、サウジアラビアのあるヒラルに完全移籍同年、クラウンプリンスカップで得点王を獲得した。2013年6月、ロシアの FC ロストフに完全移籍。しかし、 ロシアでは目立った活躍をすることはできず、3シーズンでわずか3得点にとどまった。2017年1月、兵役のために韓国に復帰。軍隊への入隊ではなく、国の機関に勤務する公益勤務となった。ありがとうございます。